菅原古墳は、新潟県上越市清里区菅原にある古墳。形状は、前方公園墳。菅原古墳群を構成する古墳の一つ。新潟県指定史跡に指定されている。本項目では、菅原古墳が属する菅原古墳群についても、解説する。菅原神社社殿と、菅原古墳新潟県南西部、区引平野南東園の独立丘陵上に、 築造された古墳である。菅原古墳群の内最南端に位置し、現在は菅原神社境内に所在する。墳形は前方五円形で前方部を南方向に向ける。墳丘表面で吹き石埴輪は認められていない。墳丘周囲には修行が巡らされる。主体部の埋葬施設は横穴式石室で初期横穴式石室と推測され、現在は 天井石、側壁の一部を露出する。服装品はつまびらかでない。この菅原古墳は古墳時代後期の6世紀前半引く中央頃の築造と推定される。新潟県内では横穴式石室を有する前方公園墳としては唯一であるとして重要視される古墳である。古墳域は1952年に新潟県指定史跡に指定されている。 古墳の規模は次の通り。菅原古墳群は、岡礼丘陵の東側斜面にある古墳群。前方後円墳1基、円墳100基以上から構成されたが、現在は多くが失われている。江戸時代中期には約150基、調査以前には108の古墳が存在したというが、1960年の調査時点では30基のみが確認されている。1909年に、 坪井正五郎、梅山寿三郎、1929から1930年に、後藤森一、小松義春らによって、円墳7基の調査が実施されている。調査によれば、埋葬施設は、横穴式石室を主体とする、古墳群とみられる。また、副葬品として、鉄刀、鉄属、トース、バグ、玉類、金管、銀管、アスファルト玉が検出されている。 映像時期は、古墳時代後期の6世紀代と推定され、宮口古墳群、水品古墳群などとともに、首木平屋東部における後期群集墳の一つになる。古墳群のうち、上述の31号墳は、新潟県指定史跡に指定されているほか、1号墳と16号墳石室は、上越市指定史跡に指定され、古墳群からの出土品は、上越市指定有形文化財に指定されている。 菅原古墳群に関するカテゴリー、ありがとうございます。